どうもそこは、オクチャンネルだー。今回なんですけども、バレンタインジャンボミニ2022年バージョン当選結果見ていきたいと思います。で、はい、今回なんですけども、バレンタインジャンボミニ、こちらの方ですね、購入させていただいております。で、解説の方では、バレンタインジャンボとバレンタインジャンボミニどっちがいいですかというところの、僕の答えとしてはバレンタインジャンボの方がいいよというお話をさせていただいたんですが、正直ですね、今回購入したのは、約まあ1万円ぐらいの金額で勝負しようと思ったので、だったら、まあ、バレンタインジャンボミニの方が、まあ、まあ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 いいんじゃないかなというところで、判断としてはバレンタインジャンボのミニを買っております。そして、一応今回、購入にあたってですね、最終日に買おうと思っていたんですが、もちろん最終日の朝ね、しっかり覚えていたわけなんですよ。で、気がつけば、ね、もう家に着いていたと。あ、買うの忘れた、やーべえと思ったんですが、まあ、もう昨今ね、便利な時代になっておりまして、今回初のですね、ジャンボ宝くじネット購入させていただいております。それがこちらになっておりますが、こんな感じになるんですよね。この、まあ、一応この矢印のボタンを押せば、この各10口ずつベラって出てくるんですけど、まあ、これ考えると、もうネットでこういった販売しているんだから、もう極論ですよ。極論、残り服に、服ないじゃんって話になっちゃいますね。もう極論言ったら、じゃあもう最後何分、もう1分前ぐらい最終受付の、ね、もう10秒前ぐらいに買ったものが本当の残り服だよということになるので、もう売り場のルールも関係ないじゃんっていうところもあるんですけども、まあ、今回ね、ネット購入でさせていただいているので、この解説スタイルでの、 ロトセブンとかミニロトとかの、感じの当選結果の見方になっておりますが、早速ですね、今回当選結果非常に楽しみです。見ていきたいと思います。企画選金、はい、では行きましょう。まず、おさらいですね。今回、バレンタインジャンボミニの当選確率等々をですね、見ていきたいと思いますが、それがこちらでございますね。はい。一応、これが、バレンタインジャンボ2022年、ジャンボミニですね、の2022年バージョンの、当選金額と、理論購入値と、当選確率を出しております。はい。で、今回私が、購入したのは、9900円分になっておりますので、まあ確実に取れるねっていうのは6等。これは絶対取れるんですよ。6等だから3つは絶対行くんじゃない？はい。なので、まあこれ取れたら、まあまあ同じなんですけど、まあ最低保証だからスクラッチと一緒よ。大当たりとは言えないよねということですね。はい。で、まあこれよくよく見ていくと、やっぱり1等ですね。が、200万分の1。これを数の勝負で稼ぐとすれば、どれぐらい買わないといけないのか、6億円必要と考えると、めちゃくちゃ怖いよね。そう。だってこれ、今僕やってる、ロト7よりも当選確率高いんですよ。高いんですが、6億円、まあもちろん数でいけば、いいわけなんですね。でも多分ロト7、今やってるやり方で、まあもうちょっとね、こう、うまい具合に組み合わせることができれば、下手したらこれ超えてくからね。これを。6億円もいらねえや、という感じです。まあ、ミニロトなんかもそうですね。ミニロトも、約17万分の1の確率のものを、まあ僕10万円、まあ、正確に言うとクレバー先生と僕で5万円ずつ出して、当たってるんで、まあ、それ考えたら1等取るのにこんなに必要ない。まあ、あくまでも理論購入値なんでね。はい。まあ、それは参考にしていただけたらいいんじゃないかなと思っております。では参りましょう。今回ですね、私が購入したバレンタインジャンボミニ33口のうち、まずは10枚目の一口ワンセットでございます。いきましょう。私が購入したバレンタインジャンボミニ当選結果はこちら。最低保証、最低保証、いや、まあ一応当たりなんで、ありがとうございますと、はい、ありがとうございます、最低保証だよ。まあまあ、そらそうだよね。はい。まあ、そしてこれね、この感じで撮影するの初めてなんですけど、もう、スクラッチね。もう完全この感覚、スクラッチと近いっすね。はい。もうとにかくね、そう、いやもう、ってなるんですけど、まあ、おめでとうございますなんですけど、なんでっていうね、複雑な気持ちになります。はい。では行きましょう。次ですね、私が購入した33口のうちの、10枚分の、まず、2つ目でございます。では参りましょう。私が今回購入したバレンタインジャンボミニ33枚のうち20枚目の分はこちらでございます。
北五島編あるなよっしゃ嬉しいぞこれ。これそう、まあさっき言いましたね、スクラッチの感覚なんですけど、まあ要は10枚セットで買ったバラでも、ストレートでも、ストレートじゃないな、でもバラでもね、バラじゃないやつでもそうなんです、ストレートかちょっともう分かんなくなっちゃうんですけど、とにかく買えば、マット1枚必ず入ってるよっていうものに、まあ1個入ってたよね、それが今回、5等だったよと。だからスクラッチで言ったら1000円だったねみたいな感覚、そう感覚に近い。まあでも本当に最低保証だけで終わると思ってたので嬉しいですね、嬉しい。では、10枚セット最後の、30枚目いきたいと思います。では今回私、バレンタインジャンボミニ33枚購入した30枚ワンセットの当選結果はこちら。んそうなるよね。はいはいはい、ありがとうございます。あれ、まあ一応当たりだからね。そうこれこの解説スタイルでやってると、ロトとかって外すか時あるじゃないですか。もう完全外れてる坊主の時あるんですけど、まあ、これ絶対当たってるんですけど、でも悔しいよねっていうこの表現がちょっと新しくて面白いですね。僕的にはね、僕的には非常に面白い。はい、では行きましょう。最後ですね、端数3口でございます。私が購入した33口のうち最後の端数3口当選結果はこちら。ですよね。はい、では、当選結果見ていきたいと思います。バレンタインジャンボミニ、2022年バージョンですね。まず6等が3口で、300円 ×3 なので900円で、5等が1口、3000円が1口なので3000円で、当選合計金額が3900円となっております。で、購入金額が9900円に対しての回収率がこちらになっておりますので、まあっていうね、まあって感じじゃないですか。結構個人的にはまあなんか悪かっても 20% ぐらいかなみたいな感じなんですけど、まあちょっとそれ上回ってるよねってところを考えるとまだ良かった感じはあります。なのでまあ今後ちょっとね、いつもバレンタインジャンボとか要は紙の宝くじですね、スクラッチ以外の紙の宝くじはまあ割とスクラッチスタイルでこう丸してやったりもしてるんですけど、まあ、ちょっと下手したらこれネット購入の方が取り漏れがない、見間違いがないし捨てることがないわけじゃないですか。捨てるにも捨てれないんで、で、当選した金額は必ず口座にボンと入る形なので、こっちの方がまあ便利かなっていうのは正直思ってます。だから年末ジャンボとかも下手したらこれで買う方がちょっとおもろいかもわかんないですね。まあでもやっぱ紙のやつもね、なんか哀愁あるんで、まあ例えば10枚分買うんだったら5万円分はネット、5万円分はリアルみたいな感じでやるのもちょっと一つなのかなと思っております。はい、ということで今回ですね、ちょっとまあ初挑戦というか、今年はジャンボシリーズは全て買っていこうというふうに考えております。次が何なんだろう、次ちょっとドリームジャンボかサマージャンボになるんですかね。まあちょっとごめんなさい、ジャンボシリーズはほとんどね手つけたことの解説しかしたことないのでちょっと分かってないんですけど、まあに関してもだいたい平均購入はこれぐらいね、だいたい1万円をベースにちょっとやっていこうじゃないかというふうに考えております。まあでもね、5等はだったからちょっとまあもうウィジンとしては良かったかなというふうに思っております。はい、ということでバレンタインジャンボのミニ、本当はねジャンボの方買いたかったんですけど、ちょっと予算とかいろいろタイミングの都合があってまあ大きな挑戦はできなかったんですけども、またちょっとサマージャンボあたりでね、ちょっと今までよりは大きい挑戦ちょっとねやっていきたいなと思っております。では皆様、また次回のジャンボ宝くじシリーズでお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。